ファミスウェブ編集長ルパン小島です。今日はですね、編集部の方にですね、ちょっととんでもないですね、僕緊張してるんですけど、美人が遊びに来てくれました。紹介したいと思います。この方です。どうぞ。カメリカです。こんにちは。こんにちは。いやー、かわいいでしょう。僕ね、すいませんね、本当にこう久々ですよ、この役読ね、役得っていうか、なんつうの、これいつもさ、小汚いのばっかと一緒にやってるから、こう、なんつうの、あんまないことじゃない、こう、だから余計にこう、そうなんですよ。いや、本当にね、美しいですね。もうびっくりしちゃうな。ちょっと見過ぎです。ああ、見過ぎですよね。はい、だけど、なんかリカ様は割とテレビゲームとかそういうのとかってやったりとかするんですか？昔からちっちゃい頃からやってて、ファミコン時代からずっとスーファミ、で今持ってるのは、プレステ3と Wii と PS と、PSP と全部持ってるじゃないですか。はい、あの魔界村ってコーナーに出てもらったじゃない。あの時、まあ、魔界村に挑戦してもらったけど、はい、そんなに大してそんなに大して、難しくってびっくりしました。今日、美香さんはなんか、あの告知がある。あ、そうなんです。で、ちょっと待ってくださいね。はい、ただでっていうかね、すぐね、告知をやらすほどは甘くないんですよ。やっぱここはやっぱり、ね、僕らのエンターテインメント産業、コンテンツ産業を支えていかないといけないので、一つしっかりこうコンテンツにですね、成立して、それからそれをクリアして乗り越えてから晴れて告知ができる。あ、じゃあ水着になればいいんですか？水着は見たいですね。はい、聞いた噂によると、はい、結構いけるらしいじゃないですか、腕相撲が。はい、そうですね。ですよね。はい、前、こちらに遊びに来た時にも、スタッフの方3人と戦って、はい、3人とも勝ちました。じゃあその実力が本当なのかっていうことですね。はい、実験というか、実際にちょっとやってみたいな。はい、わかります。それ勝ってたら、僕に勝てたら腕相撲で、告知大丈夫ですか？あ、頑張ります。はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、レディーゴー。あ、マジか。本当？マジだ。いやー、参りました。すがすがしい気分です。負けたんですけど。はい、強いね。そうですね、負けないですね。負けないよね。はい、なんかやっぱポイントがあるんだよね。ありますね。でもそれは企業秘密。企業秘密なんだ。はい、いやー、じゃあそういうことで、はい、見事、勝利を収めたリカ様の方に、はい、告知の方を改めてお願いします。はい、ありがとうございます。はい、10月2日公開の忘れられないあの夏、はいはい、が公開するんですけれども、はい、今回その、映画の内容もすごい青春だし、はい、私の、役どころもすごい面白い、なんていうんですかね、バラエティに富んだキャラクターをやらせていただいてるんですけど、名前を言っちゃうとロッキーっていう名前でやってます。ロッキーかい。はい、すごい面白い役で、私は笑い担当でその映画の中でやらせていただいてるので、皆さんぜひそこも見てみてください。主演はコナン由佳ちゃんです。その青春映画なんだね。青春映画なんですけど、すごい田舎に住んでいる女の子たちの話で、初めて、それも初めてなんですけど、長崎弁での役だったんですよ。すごい難しかったです。女の子たちの、こう友情プラスそこにもしかしたら恋愛入っちゃうかな。あ、なるほどね。みたいな感じですね。なるほど、なるほど。ということで、忘れられないあの夏、10月2日公開。というわけでね、今日はリカ様の方に、遊びに来ていただきました。はい、ありがとうございました。また遊びに来るんです。はい、腕相撲お願いします。わかりました。はい、もう負けませんよ。はい、じゃあちょっとカメラですね。はい、ありがとうございました。また遊びに来ます。バイバイ。